金星は誕生してからほとんどの期間、生命が住めるような環境であり、ごく最近気候が変化したのかもしれない。今年の5月8日に惑星科学の一流誌で発表された論文が注目を浴びています。金星は灼熱の惑星であるという私たちの常識を覆すような内容ですが、具体的にどのような議論が展開されているのか見ていくことにしましょう。まず現在考えられている金星の進化史は大まかに2種類に分けることができます。1つ目は金星は形成直後にそのまま暴走温室状態になり、その時に表層から水がすべて蒸発して現在のような分厚い CO2 大気に覆われた灼熱の惑星になったというもの。もう一つは地球と同様に形成直後に一旦地表は冷えて温暖な環境になった後に時間をかけて徐々にまたはある時突然暴走温室状態に陥り水を失って現在の姿になったと考えるシナリオです。それでは観測データはどちらのシナリオを支持しているのでしょうか。実は金星の過去に迫れるような観測データは非常に限られており、どちらのシナリオもあり得るというのが現状の答えになります。しかし1970年代の金星探査によって地表面が灼熱の環境であることが分かって以来、一つ目のシナリオがどちらかというと支持されており、二つ目のシナリオはあまり注目されてこなかったように思われます。その理由として、一つ目のシナリオでは形成直後に一気に現在の金星の状態まで説明できるため、間に余計なプロセスを挟む必要がなく、シナリオとしてより単純であるからというのが大きいと考えられます。今回紹介する論文ではこれまであまり注目されてこなかった2つ目のシナリオをもっと真面目に検討しようというのが目的です。このシナリオに関しては単純化した1次元の気候モデルでは可能性が示されてきたものの、あまり詳細な検討はされてきませんでした。2016年に初めて3次元気候モデルを用いた原始金星大気の研究が短いレター論文として出版され大きな注目を受けました。今回の論文は同じ著者たちがこの2016年の論文をさらに発展させてより広い範囲のパラメータースタディを行ったものです。著者の2人は NASA ゴダード宇宙科学研究所に所属しており、こちらで開発されている3次元気候モデルが使用されました。もともと地球用に開発された気候モデルですが、金星の大陸分布や自転速度を再現するよう改造し、また大気組成を様々に変えて合計45パターンのシミュレーションを走らせました。過去の金星の大気についてはわからない点が当然多いので、いろいろな仮定を置く必要がありますが、特に重要なものとして大気組成は主に窒素と CO2、メタンで構成され、地球型の大気を仮定していること、また原始金星で地球と同様にプレートテクトニクスが起こり炭素循環が機能すると仮定している点が重要なポイントです。ここではシミュレーションの全ての結果を紹介する時間はないので、いくつかの興味深い結果と議論だけを紹介します。金星がハビタブルな状態は最長で30億年ほど続いた可能性がある。わずか数億年前までハビタブルだった可能性すらある。一般的に信じられているように金星は太陽に近いから灼熱になったのではない、むしろ太陽の日射の効果はあまり関係ない。では何が金星のハビタブルな時代を終わらせたのか。おそらく数億年前に金星全域で同時多発的に発生した火山噴火だろう。この火山噴火によって大量の CO2 が大気中に放出され、温室効果によって現在の灼熱状態になった。もしこの噴火イベントが起こらなかったら、現在も金星はハビタブルであった可能性がある。地球も金星のようになった可能性がある。地球と金星の運命を分けたのは火山の噴火イベントが一つの時代に集中するかどうかだった。地球は運よく噴火がいくつかの時代に分散したが、金星は運悪く数億年前に噴火が集中したことで気候システムのバランスが崩れ不可逆的に温暖化してしまった。いかがでしょうか。非常に物議を醸すような文章が並んでおり、私自身論文を読んでいて目を疑うところもありました。冒頭で申し上げた通り、この論文のシナリオを積極的に支持する観測的証拠はありませんが、一方で現在の観測データと矛盾するわけでもないため、あくまでも理論的な枠組みで考えるとこういう金星進化のシナリオもあり得るというスタンスです。今回紹介した論文はネイチャーアストロノミーでもハイライト研究として取り上げられており、なぜ地球と金星がこれほど異なる運命をたどったのか、また系外惑星のハビタブルゾーンを考えていく上でも今後注目すべき論文とみなされていくでしょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。